飲み込みが早い方はお分かりかと思います。はい、村なのになんでチケット買うの、うん、そういうことでしょう。チャース、トトでございます。ただいま私はですね、ベトナムはサパに来ております。サパというのはですね、どこかわかんない人もいると思うんだけど、ベトナムの北部にあるラオカイ省っていうね、まあ日本でいう県みたいな、ラオカイ県みたいなところにある山岳地帯の町で、まあ、いわばね、中国との国境にほど近い町になってます。まあ、サパといったらね、美しい自然の景観だとか、ただ少数民族の文化が特徴的な町なんだけど、ここがですね、標高約 1500m に位置してて、まあ、普通のところでも当然山の中にある、町になってます。で、ここはね、まあ、気候もね、当然涼しいです。今も、ハノイだったら汗だくになってた昨日とかが、今は全く汗かいてなくて、結構涼しい風が吹いてたりするんだけど、ここはね、いわゆる棚田、段々畑になってるような棚田が結構有名だったり、あとはベトナムの最高峰の山って言われているファンシーパンっていう山への登山が結構人気だったりする場所になってます。で、今回ね、僕がこのサパに来た一番の目的でもあるんですけど、ベトナムにはそもそもね、54の少数民族がいるって言われていて、そのうちの約 1%2% に値するモン族というのがまずいます。そのモン族っていうのが実はこのサパの山岳地帯に住んでいる民族になってます。で、今回はね、そのモン族に会いに行くんだけども、モン族って言ってもその中でも結構細かく分かれてて、なんか花モン族とか黒モン族とかっていろいろね、細かく分類されてるんだけど、今回はその黒モン族に会いにね、まあ会いにというか、黒モン族に触れてみたいなと思っております。ということでね、そのクロモン族がいる、カットカット村というところまでね、本当は売宅とか、まあ、グラブとかで行くのが一番楽です。はい、徒歩30分ぐらいかかります。はい、なんですけど、今回は、ね、その街並みもちょっと撮影したいなっていうのであるので、これからね、頑張って歩いていきたいと思います。といったところで、早速動画の方始めていきましょう。レッツゴー。で、でさっきも言ったけど、ベトナムには54の少数民族がいるって言われてて、一般的なね、皆さんが見るベトナム人、まあ、ハノイとかホーチミンにいる方々もそうなんだけど、僕はその街中にいる、ベトナム人は、金族という部族らしいです。なので皆さんは普段から実は金族っていう民族を見てるっていうことなんだけど、その、ね、金属が一番圧倒的に多くて、まあ、50%60% ぐらいが、金属らしいです。で、その中で、このサパと、あとはタイとかラオスの山岳地帯で、あとは中国の南部にいるのがモン族って言われております。で、ちょっとね、まあ、僕今から30分40分ぐらい歩いていくので、引き続きね、ちょっとそのモン族についてちょっと説明したいなと思うんだけど、一部の、まあ、全員じゃないよ、全てのクロモン族、モン族がっていうわけじゃないけども、一部のモン族が昔ベトナム戦争中にベトナム政府とかアメリカ軍と協力してゲリラ活動とか、そのいろんなね、戦争に勝敗に関わるような、影響するような、情報提供をしていたのがモン族って言われてます。で、そのモン族に対してアメリカ軍が真っ先に目をつけたんですよね。で、そのなんで目をつけたかっていうと、やっぱりそのサパのこの山岳地帯っていうのが、やはりその北ベトナム、南ベトナム、ベトナムの境目に位置していたらしくて、で、その境目にいるモン族を、戦力としてみなして、アメリカ軍が、巻きあの
自分たちにこう取り入れたっていう形です。なんで、まあ、この話だけを聞けば、まあ、反逆みたいな感じにはなるんだけど、その門族は門族なりに考えがあってそうしたらしくて、でこれは当然その門族ってね、やっぱこの北部に位置してるんで、まあ、北ベトナムですね。でその北ベトナムの共産主義政権に対する反感だとか、あとはアメリカからの援助支援を受けれるっていうので、いわゆるもうその門族もね、やっぱり生きていくためにっていうので援助を受けれるならっていうので、まあ、簡単に言うとベトナム人だけどベトナム戦争でアメリカ軍に就いたって言われております。で本当にだからこのベトナム戦争の中でもアメリカ軍は、まあ、第一線の戦力として門族を見なしていたので、まあ、そこはねきっちりと、アメリカ軍はそのなんて言うんだろうな、まあ、捕虜とかじゃなくて本当に一仲間として一緒に戦っていたらしいです。ただもちろんそれね、ベトナム戦争終わってベトナムが勝ったんですよね、アメリカに。なのでじゃあ何が起きるかっていうと、ベトナム国内で門族に対するいわゆるその迫害だったりだとか、まあ、そういったね差別的なものとか、まあ、いわゆる門族が生きにくくなるようなことがやっぱり起きます。でそれで、起こったことっていうのが、門族たちがやっぱり生きづらくなって国外に逃げていったっていうのが実情としてあります。でそれがアメリカとかいろんな他国に門族の方が逃げていって、まあ、国からね、国を追われる感じになったんですけど、だから多分この動画見てる人の中では海外で門族の話聞いたことあるとか、なんか門族だったっていう方に触れたりとかっていう人がもしかしたら中にいるかもしれないですけど、その人たちは実はまあそういった理由でその国外に住むようになったっていうのが、まあ過去のベトナムアメリカの、まあ、そのベトナム戦争でのまあ背景といいますか、その門族の歴史の背景の一つにもなっているっていうのは、門族でございます。はい、てな感じでちょっと長々喋りましたけど、まあ、いわゆるその門族っていうのは山岳地帯に住んでいて、まあ、ベトナム戦争時に、まあそのね、ベトナムにもアメリカにも多大な影響を及ぼした、民族であるというものでございます。はい、で、まあ、今もそうなのか分かんないですけど、僕調べによると、ベトナム、まあ、もちろんここベトナムなんでね、ベトナムなんだけど、ベトナムでベトナムに住んでる、普通に考えたらベトナム人なんだけど私たちはベトナム人じゃないっていうような言ってる人たちもいたりいなかったりっていう、まあ、未だにねその歴史というか名残がまだ、まあ、色濃くかどうかちょっと分かんないけど残ってる部分も多少なりともあるらしいです。でですね、そうこうしているうちにもうだいぶ来ましたね、僕ね、はい、半分ぐらい来ました半分ぐらい来ましたけど、でもすでにちょっとあれよ、だいぶ上の方来てるよ。わかる？皆さん。わかりますか？この辺。ちっちゃい村とか見えてるでしょ。だいぶね、もう山の方に来てます。はい。まだまだ行くらしいです。あれからだいぶ経ちましたが、もうだいぶ山ですよもうだいぶ山来てますよ、これ皆さん。もう家がちっちゃいもん。あ、まだまだ先は長くなりそうな気がする。いつまでこの景色が続くんですか結構これきついよ、あのね、まあまあ、まあ帰りの方がきついかな。これね、下り坂なってんのよ、途中から。結構足に負担くる。でしかも歩道がないから、ブー鳴らさんでもいいかな。歩道がないからね、結構車とかバイクにを気にしながら行かないとダメだね。ちなみにこれもしね来る人がいたらね、言っておく、あの YouTube とかね、動画とか別に撮りたい、撮る人じゃないんだったら歩く必要性ないよ、これほんまに
僕はなんかその歩いてね、歩いていく途中も撮りたいなと思ったから今歩いてるだけで、基本的にはみんな、多分グラブタクシー、で行ってます。はい。僕ぐらいじゃない今のところ、歩いてそのカットカット村に向かってるような人は今のところ僕しか見てません。はい。ちなみにね、一応ところどころあれよ、こういうお店とかちゃんとあるからね。こういう、まあこれ下降りたから降りてからの方がいいかな。こういうそこのお店とかさ、こっちにもお店とかは全然あります。だから途中で休憩とか買い物とか腹ごしらえは全然できますよ。すごい本族の衣装、おめかしし、あ、これあれな、レンタル衣装だ。レンタル衣装、化粧しちゃったもんね今。レンタル屋さんだ。へえ。ただ本当に道ね、あんまり整備されてませんので、皆さんこれご覧の通りですけど、危険です意外と。くれぐれもサンダルとかで絶対来ない方がいいと思う。うん。で、まあ、天気悪かったら当然雨で滑るっていうのもあるし、こうやって意図的にね水流してるのもあったりするから、絶対来るときはスニーカーで来た方がいいですね。うん、ただ僕みたいに、わかります？靴ひも結ばないやつはアウトです。はい、絶対靴ひも結んだ方がいいですよ。うん、であとこういう穴ね、こういう穴マジ気をつけてね、落ちるよほんまに気をつけた方がいい。うん、よそ見厳禁やわ。落ちた方が YouTube 的には楽しいけど。はい、そんなこんなでですね、30分ぐらいかな、10時半ぐらいに僕出たので30分ぐらいです。着きましたここが僕の今後ろにいるこっちかな、このここですね。ここがチケット売り場になってます。はい、皆様飲み込みが早い方はお分かりかと思います。はい、村なのになんでチケット買うの？うん、そういうことでしょう。観光地化されてるらしいですよなんでここでチケット買うんですけど、いくらだったっけな、いくらかちょっと忘れましたんですが、一旦買いに行きましょう。これ15万ドンでございますね。はい、ってことで、ついてチケットを買いました。15万ドンですね。15万ドンなんで、まあ、だいたい6割なんで、800円、900円ぐらいかな、だと思います。疲れた。でも意外と距離はそんな長いって感じなかった、俺は。カメラ回しってたからかもしれんけど、意外と、はい、あっさり僕は来れた感じがしました。ただ何度も言いますが、帰りは絶対に、歩いて帰らないようにしましょう。うん、ではでは入っていきましょう。早速のっけからお土産コーナーがのっけからお土産コーナーやでね、皆さんもうこれ察してるでしょみんな。はい、完全に観光地化なってますまあ、そらそうだわな、そらそうよ。ああねえワンちゃんね、あんたもいろんな人見てきたでしょねえワンちゃん、どいてくれる、そこワンちゃん、食事中ごめんやけどどいてくれるワンちゃん。でもね、パッと見、ハノイで売ってるものもあるけど、逆に売ってないものもあるから、これはこれで逆にいいかもしれないね。うん、なんかもうチュッパチャップスなんて売っちゃってるから、チュッパチャップス。うん、はい、皆さんこちら見えますか、棚田でございますね。この段々になってるのが棚田、こちらが広がっておりますね。すっげえ景色いいけど見てこれザ自然、都会に生まれて育った俺からしたらもうなんか日本の田舎よりも圧巻ですわ。
はい、ということで、めっちゃ疲れた。あの山バーって上がってって入り口入ってたでしょ。でその後は中入ってったじゃん。もうね、何百段階段降りたか分かんない。マジもう足も足プルプルしながら階段降りてきました。マジ何百段疲れた。ほんまにしんどいです。これ帰り登っていくんでしょ。これきついですけど、一旦ですね、それらしき場所に来ました。こちらでございます。皆様ご覧ください。モン族どこですか？黒モン族の方いないですけど、はい、周りにいるの観光客だけです。嘘だろ？いやでもね、雰囲気的には全然いい場所でしょ？なここにさ、お馬さんいたりね、お馬さんいたりで、ここに風車があったりね、文明の息を取り入れてますけど、雰囲気はいいのよ、確実に。うん、で、まあ、この辺にね、民族衣装着てる方々全員観光客ですからね。ああ観光客何これ。ここはあれけ、モン族になりきる韓国人を見に来る偽モン族観光スポットっていうかね。ほんまに観光客しかおれへんよ。うん、だってあの辺もね、気持ち悪そうに入ってるけどさ、まあ、でもええとこです。はい、まあ、それを抜きにしたらええとこです、かなり。うん、まあ、でもね、本当にさっきから何度も言いますけど、あの雰囲気はね、なんかすごいいいですよ。うん、いろんなこう写真スポットとかあって来るんで、なんかこうね、観光客の人とかもこうやってね、写真撮ってるんで、あの多分ね、男性はちょっとあれかもしれないけど、女性はもしここ来るんだったら確実に衣装を借りてなんか撮影楽しんだ方がいいと思う。うん、それは思いますね。いろんなね、こういろんなスポットがありますから、写真撮れる。この女の子もね、ここで撮ってるようにいろんなところで撮ってくれますから。ね、もってこっち側はね、もうレストランです。レストラン、もう子供たちが遊んでるよ。お、子供たちが遊んでる、楽しそう。みんな学校帰り、これ楽しそう。何やってるか分からへんけど、はい、こんな感じですよ。もう皆さん完全に観光地化されております。大間さんとかもね、これみんな撮っちゃって。でもね、これ絶対気持ちいいよ、この水絶対気持ちいい。あー、バチクソ気持ちいい、バチクソ気持ちいいよ、この水マチクソ気持ちいいです。冷たい。もう偽モン族がいっぱいいますよ、偽モン族がね。はいはい、こちらがカットカットウォーターフローになります。はい、カットカット村の滝でございますね。でも豪快でしょ、意外とね、気持ちいい。どこだっけ、あ、台湾か。台湾のウーライっていう町でもね、なんか俺滝見に行ったことあるんだけど、あそこも圧巻だったけど、ここもよしです。はい、ですね、本来なら撮影しないような場所、カットするような場所なんですよ今。まあ、スタート地点というかね、
最初のここに降りてくるまでの上のなんかこういっぱい店があったあたりに戻ってるんですけど、それは当然なんですよ。数百段階段上がってきたから当然ではあるんですけど、わかります？帰りがきつい。わかりますか？これ帰りがどこまであるのっていうぐらいきついです。皆さん生半可な気持ちで来ちゃダメですね。はい生半可な気持ちで来ちゃダメなのと、このカットカット村来た夜は何も予定入れない方がいいですよ。はい、確実にホテル戻ったら皆さん寝るでしょう。ああでも景色は非常にいいですよ。ほらいいでしょう、自然豊かで。はい、ということで、戻ってきました。はい、だいぶ疲れました。うんだいぶ疲れて戻ってきました。で、一応帰りはね、売却乗って帰ってきました。37,000ドンかな、37,000ドンで帰ってきました。で、今回ね、このサパからモン族のいるなんだっけ、カットカット村に行ったんだけど、モン族いたまあでも途中でカメラどこまで映してるか分かんないけど、途中で一番下降りるまでの間になんか物を売ってたりとか、お店いた人たちは多分モン族だと思うんだけど、なんかそのモン族の生活に触れるとか、なんかそのモン族の方々と交流取れるみたいなのを期待して行ったんだけど、全くなかったんで、ちょっとそこはなんか思ってたのとちゃうなとは思いました。はい、でもこのサパ自体が実は世界の美しい街50選かなんかに実は選ばれてるんですよね。だからそういうのもあって、やっぱ街自体は綺麗だし、そのカットカット村に行く道中も行った時も、雰囲気のある街並みをやっぱしてるので、これはねハノイとかホーチミン、ダナー、ホイアン、フエとか、そういったねベトナムの観光地に行っても味わえないものは味わえるかなと思いますんで、ぜひね、サパの方には一度訪れてほしいなって僕はすごい思います。で、カットカット村行く場合は、さっきも言いましたけど、さっきは行きは歩いて帰りはバイクでとかって言ったけど、両方バイクかグラブ乗った方がいいです。うん、っていうのもカットカット村に入ってから本当に何百段降りなきゃいけないのね。何百段降りた後にさらに何百段上がって帰ってくるか、別ルートで坂道をずっと登って帰ってこなきゃいけないから、もうめっちゃ疲れますなので、行き方は本当にグラブバイクで行った方がいいかなと思います。グラブバイクとかだと多分5分10分ぐらいだと思うんで、あんま料金もそんな高くないんでね、この辺おすすめします。というような感じでですね、今回僕は、サパ1泊2日の弾丸ではありますが、訪れてきてよかったなとは思ってます。なのでぜひね、皆さん今後ベトナムの旅の参考にしていただければなと思います。といった感じでですね、今回のこちらの、カットカット村モン族の動画はここで終わりたいなと思います。引き続き僕の方はね、動画の方をアップしていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。といったところで今回の動画この辺で終わりたいなと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。なんとこの後2カ国目に行きます。はい、ということで、チェムリアップアンコール国際空港やったっけ。はい、これ着きました。カンボジアに到着しました。グラブ乗ろうとしたんですけど、実は呼んでる最中に視聴者さんに声かけてもらいまして